七甲鉄道研究科の中3です。今回は6月頃から制作を始めまして、ベネチアをモデルとしたところを作ってます。水の都。はい、水の都です。この水はエポチシ樹脂を使ってて、エポチシ樹脂にガラス繊維と手芸とかに使う顔料を混ぜていて、その使った顔料は緑と赤と白を使ってます。で、その真ん中の大きな運河は緑と赤を使ってるんですが、その細い運河は白を結構入れてまして、運河によってまた色を分けているということです。建物はこの手前のこの建物と向こうの建物はギブリとかパーラーのものを改造して作ってます。手前の消防署とここの建物とこの塔は全てフルスプラッチで製造しています。この桟橋も東急ハンジで買った木の板といいますか、薄い板のようなものを使って製造しました。それから真ん中はここは広場にしています。消防署の手前の緑とかこの窓のところにある緑はプラバン、窓の上のところについている緑のやつはプラバンにボンドをつけて、パセリとバジルと混ぜたものをすり鉢で作ってから振りかけて作ってます。それからその手前のこの生垣というか鉢植えはそのスポンジを、普通に売ってるスポンジを切って細くして、それに温度つけて、そのさっき言ったパセリとバジルをつけてるんですが、一応アクセントとしてその色を変えるという意味でも一味唐辛子を赤でそのアクセントとして入れてあります。河川柱はプラ棒から作り出したんですが、ちょっと弱いのでまた途中で直すとか折れたところを直すとか異質なところもあるんですが、屋根は全てグリーンマックスの瓦屋根を使っています。屋根の塗装を赤で一回、赤というかオレンジというか瓦屋根を塗装した後に一つずつ瓦に色をつけていってて、それを後からウェザリングしていくという形で作っています。真ん中の橋も全て、これはプラ棒とかを一本ずつ、その下のプラ板に、土台となるプラ板にグライス板で穴を一つずつ開けていって、そこにプラ棒を差し込んでいって、それで作っています。僕の橋はレンガ積みの押されているその津川陽光の板を切り出して使ったものと、下はグリーンマックスの石垣を使っています。こっちの細い方の橋はグリーンマックスのトンネルポータル、グリーンマックスかな。トンネルポータルを切って作ります。僕の橋はプラ板にその真鍮線で橋の手すりの模様というか、それを使ってられたり、真ん中には手前の方はハートのマークがついてて、奥は NRC の7のロゴが入ってるんですけど、まあ、あまり目立ってきませんけど、そういうところに遊び心といいますか入れてありますね。それからこの窓の蓋というか緑のやつはエバーグリーンの波板を使ってまして、それを切っ
で緑に塗装してつけてます。それから人も白で未塗装で売ってるものを塗装してやってるんですけど、塗るときもちょっと遊んでまして、キャラクターを模したものとかそういう塔の上にもいますから、いますね。そういうところは、それから消防艇は船を、売ってる船を塗り替えて改造して作ってます。以上でしょうか。ありがとうございました。